使命を果たすことを諦めないミラの強さに憧れと自らの進む道を見出したジュードは彼女を医師である父親のもとへと連れていく。ジュードの父の治療術は常人には耐え難い激痛を伴うものだったが、ミラはそれすらも乗り越えて再び立ち上がることに成功する。ジュードはミラを支えることが自分のなすべきことだと考え始めるのだった。ジュードの幼なじみレイヤと共に王都への旅を再開する一行、その前にアルクノアという謎の組織の影がちらつき始める。やがてアルクノアが使うジンが精霊を殺して強制的に術を発動させるリーゼマクシアの断りから外れた機械装置であり、クルスニクの槍もジンを使用した兵器だと判明する。ジンの破壊とアルクノアの殲滅こそミラの真の使命なのであった。さらにアジュールの英雄的な王であるガイアス、その参謀ウィンガル、アルビンと関係を持つ術師プレザ、スパイとして暗躍するアグリア、エリーゼの秘密を知る巨漢ジャオラ、フォーブと呼ばれるガイアス親衛隊が一行の行く手を阻む。さまざまな妨害を排し王都へ戻ったミラたちはクルスニックの槍の力でリーゼマクシア統一を目論むナハティガルとの直接対決に臨み、激闘の末その野望を打ち砕く。だが一歩遅く槍はすでに王都から運び出されている。